オーギストルグラの1874年の絵画、アレトゥーサ。トマーンディ美術館所蔵。雲に覆われるアレトゥーサと、追いかけるアルペオス。シラクサのアレトゥーサの泉。アレトゥーサの肖像がデザインされている500リラ紙幣。アレトゥーサは、ギリシア神話に登場するニュンペイである。シチリア島のシュラクーサイ近くのオルテュギア島にある、アレトゥーサの泉に変じたことで知られる。 消防員を省略してアレトゥサとも表記される。アレトゥーサはもともとはエーリスのニュムペーでアルテミスに仕えていた。誰もが褒めたたえる美しい容姿を持っているのに恋や結婚には関心がなかった。ある時アレトゥーサは狩りから帰る時疲れを癒そうとアルペーオス川で水浴びをしていた。すると突然水の中からアレトゥーサを呼ぶ声がした。恋の主は 川の神アルペイオスで、アレトゥーサの魅力的な死体に見とれ、彼女に恋してしまったのだった。アレトゥーサは驚いて、向こう岸に上がったが、服は対岸に置いたままだったので、何も着ずにそのまま逃げ出した。すると、アルペイオスも人の姿になり、アレトゥーサを追いかけた。走り疲れて、とうとう追いつかれそうになったアレトゥーサは、捕まる寸前、アルテミスに助けを求めた。途端に、 アレトゥーサの美しい肉体はみるみる内に溶け流れ、地面に薄く広がって、水たまりのようになってしまった。願いを聞き届けたアルテミスが、アレトゥーサの体を水に変えたのだった。アルペオスは驚き一瞬立ち止まったが、すぐさま水に戻って、アレトゥーサと混ざり合おうとした。するとアルテミスは大地を割って、穴を作り、アレトゥーサはその穴に流れ込んで逃げた。地中に流れたアレトゥーサは、 地下水として海底の下をくぐり、やがてシュラク羅サイのオルテュギア島から泉となって湧き出した。こうして純潔を守り通したアレトゥーサは元の姿には戻らずにその場に溜まり、アレトゥーサの泉になったと言われる。一説によれば、アレトゥーサとアルペオスはカリュドで、アレトゥーサがアルペオスを拒んでオルテューギア島で泉になった後、アルペオスも川になった。 あるいはアルテミスがオルテュギア島を得た時にニュンペイたちが、アルテミスのためにアレトゥーサの泉を湧き出させたとも、言われる。古くからアレトゥーサの泉は、エーリスのアルペオス川と通じていて、アルペオス川の水が海水と混ざらず、海底を通って、アレトゥーサの泉から湧き出ていると信じられていた。ピンダロスは、ネメア縮小家でこの伝説を歌ったし、またウェルギリウスも牧歌や、ボッカ アエネエイスでこの伝説を歌っている。ストラボンはこの伝説について批判的だが、パウサニアスはこの伝説がアレトゥーサとアルペオスの物語が生まれた要因だとしている。オイデュスの変身物語では、アレトゥーサはハーデースに連れ去られたペルセポネーの行方をデメーテールに告げている。ありがとうございます。